はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社を持っている足便の椎根セアルです。今回もですね、弊社の女性ドライバーさんの、車の中をですね、皆さんにご案内したいと思います。非常に車の中綺麗でですね、整理整頓されております。で、非常に工夫もされております。このようにですね、座席の後ろに、ちょっとした、ラックみたいのを作って、まあ、ティッシュをここに置いたりとか、あとこちらは、カッターとかですね、カッターとか絆創膏とかもありますね。で、修正テープ、そしてこちら文房具ですね、ホチキスボールペン、こちらが懐中電灯、そしてのりですね、これは、スペアののりですかね。で、こちらは何ですかね、これなんかの替え刃というか、なんかそんな感じですかね。で、まあ、匂い消しがあったりですとか、このようにフックをつけて、まあ、荷物を置けるように非常に工夫されております。ということで、ちょっとまた別角度でですね、この車内をご紹介したいと思います。ありがとうございます。